皆様お疲れ様です。もろこしです。今回は今まで上げた動画の総集編になります。本当にただまとめただけなので、年末年始暇な人のみご覧ください。それではどうぞ。お疲れ様です、もろこしです。今回はパルキアを作ったんですが、なんと半分以上データが飛んでいました。録画に使っているマイクラのモッドがバグってしまったらしく、うまく録画できていませんでした。BGM は戦闘ディアルガパルキアです。ここまでしかデータがありませんが、3時間ほどかけたものを没にはできないので、完成したものを撮ってきました。このような結果ですが、高評価やチャンネル登録していただけると、励みになります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です、もろこしです。今回からゆっくり音声を試験的に入れてみました。そして今回はギラティナオリジンフォルムですね。BGM はもちろん戦闘ギラテナです。かっこいい BGM です。制作時間は3時間半くらいかかりました。特徴的な羽の部分が難しくなかなか苦戦しました。ギラテナには2種類フォルムがありますが、皆さんはどちらが好きですか？私個人的にはオリジンフォルムが好きです。やはり羽の形が好みでかっこいいですね。どちらが好きかぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。顔は特徴的ですが、かなり作りやすかったです。目を作ったら完成です。このギラティナがかっこいいと思ってくれた方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です、もろこしです。今回はユーマの U 担当、ユクシーです。BGM は戦闘ユクシーエムリットアグノムです。個人的には草むらで急にこの BGM が鳴り、エムリットが出てくるのが印象に残ってますね。リメイク版では評価が分かれている BGM ですが皆さんはどうでしょうか？私的にはリメイク版のイントロ以外はかなり好きです。さて、ユクシーですが見た目は可愛らしいのに設定が怖いポケモンですよね。ユーマの3人の中でも怖さが際立ってると思ってます。その辺の設定が実に神王の純伝説ポケモンらしくていいですよね。
といったところで今回はここまでになります。ぜひ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です、モロコシです。今回は私の相棒の一人、アグノムです。BGM はユッチーに引き続き、戦闘ユッチーアグノムエムリットです。この子なんですが私の剣盾マイナーパでエースアタッカーしてもらってたんですよね。エンジョイゼイノで結局ランクはパイパーボール級で終わってしまったんですが、アタッカーとしてはかなり活躍してくれましたね。ぜひ色違いが欲しいんですが、ダイパリメイクがポケモンフォームと繋がるか怪しいですので色違い厳選するか悩みますね。皆さんはユーマの3人の中で誰が一番好きか、コメント欄で教えてくださると嬉しいです。というところで今回はここまでになります。よろしければ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です、モロコシです。今回はユーマ代表格、エムリットになります。ユッチー、アグノムも上がっておりますのでぜひご覧ください。右下にすごい見切れてますが気にしないでください。BGM はもちろん戦闘ユッチーアグノムエムリットになります。特にこの BGM はエムリットのイメージがかなりあるのではないでしょうか？草むらで不意にこの BGM が聞こえてきた時の驚きとワクワクはたまらないですよね。そして特にエムリットはユーマの中では唯一逃げるポケモンなので思い入れが強い人が多いのではないでしょうか？ぜひ当時やリメイク版でのエムリットやユーマの3人の思い出がありましたらぜひコメントでお教えください。今回はここまでになります。よろしければ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です、モロコシです。今回は新王に大逃走ポケモンの一人、クレセリアです。BGM はスマホゲームのポケモンマスターズ EX より、戦闘野生ポケモンのアレンジになります。BGM を探していたら見つけたのですが、個人的にかなり好きなアレンジですね。さて、クレセリアですがダイパリメイクで捕まえた方が多いのではないでしょうか？私、実は殿堂入りをほとんどプレイしてないんですよね。なので捕まえたいとは思っているのですがなかなかモチベが上がらずにズルズル来てます。やはり個人的にはもう少し追加要素が欲しかったなと思います。あとバグがひどいですね。修正されたらしいですが、というところで今回はここまでになります。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です、モロコシです。今回はみんな大好きダークライです。BGM は戦闘伝説のポケモンです。汎用 BGM なのは少し寂しいですがかっこいい BGM だと思います。ダークライといえばやはり映画でしょうか。最近ではよく謎の戦いに巻き込まれてますが。ディアパルの戦いに割って入れるのは今思えば普通にすごいですよね。ですがダークライ本人はあまり戦いたくない性格らしいですね。悪夢を見せる能力も勝手に発動しちゃうみたいですし。そしてクレセリアと対になる存在として扱われていて、幻や純伝説でそういった対極の存在にポケモンがいるのは珍しいですね。あとサーナイトと同じほどの美脚の持ち主らしいです。といったところで今回はここまでになります。よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。